はいはい、朝の7時半出発いたしました。爽やかな信州松本の5月の朝でございます。こういうね、田園風景なく、あ、お前の顔はいらないんだよ、お前の顔は。まあ、ちなみに私プロ通勤ニストですからね。プロの通勤ニスト。肝心のオゾマクションなかなか好調じゃないですか。あ、これ正面に見えているちょっと左側、画面左側が美しヶ原ですね。ちょっと自撮りモードなんかにしちゃったりなんかして、いや、お前の顔はいいんだよ、お前の顔は。で、後ろ右側に少し見えているのはこれ北アルプスですね。さすがに今の振動は吸収しきれなかった。はい、常念岳見えてますね。で、この辺りが松本市島内ですね。あ、ちょうどほら、アルプスが後ろに見えております。水鏡、この辺りの歩道は自転車走行 OK でございます。国道19号を越えたあたりから通勤通学の人が増えてきましたね。お、対向車線混んでる。こういう時自転車いいよね。ちゃんと自転車は車道を左走行。ここで、北松本駅がありますので、はい、下をくぐってまいります。うふう、あ、これね、気をつけないと向こうからほら大工、うわ、ほらほらほら、うん、向こうからね来るんですよ自転車が。ううーいし。でもって、この辺りが北松本駅前。あ、高校生がねたくさん歩いております。わーしゃー。はい、ごめんなさいごめんなさい。はい、間もなく松本城が近づいてまいりますね。このまままっすぐ行けばですね、市役所なんかがあって、私の会社もそちらなんですが、ちょっと早いんで寄り道。松本城の南西側から入って公園内へ。はーい、朝の松本城でございます。どうすか、人気がなくていいですよね。で、8時前でまだ会社の時間まで余裕があるので、どうしようかな。ぐるっと今これお堀場と回って、あ、これ赤い橋、渦橋っていうんですけど、ほら結婚式してる、ほら結婚式じゃねえか、なんだ、前撮りしてたね今。あ、今ね、すいません、会社の人とすれ違っちゃった、うん、気まずいね動画撮影してる時に会社の人とすれ違ってしまうというね。朝からどうしよう、朝ごはんでも食べに行こうかな。もう一度、来た道を少し戻って、この辺りは西堀ですね。ちょっと前にね、焼きそば専門店のタキシ屋さんとかアップしたあたりかな。ほいほいほい、ごめんなさいごめんなさい。ここをずっと正面にですね、松本のパルコが見えてきたかな。でもって、ここにかかって、メトバ側ですね、メトバ側にかかってる橋を渡ります。でもってまっすぐ、おっと、ゴミ収集車さん、ちょっとごめんなさい、よいしょ。はい、こちらがなんだ、伊勢町通りになります。伊勢町通りを西へ、右側に見えてくるのが M ウィングかな。あー、横時計があったりして、あ、ちょっと待って、ここはなんだ、工事をしているのか。おっとおっと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 、すいませんすいません、これ工事してるんで、あたたたたたた、こう行くしかないよね。あ、ここは結構混むところなんだよな。こちらを左に曲がったら松本駅方面に参りましょう。おおほほほほ、バス、ボーっとカットインされた。マリオカート並みにカットインされましたね。あ、おまりさんがいる。交通ルールは守ってますよ。でもって松本駅が見えてきて、たどり着いたのが、はい、やっぱり朝駅そば食べるとなれば、飯田屋健さんのかき揚げ卵そば、ネギたっぷり入れちゃいましょう。
入れ放題だから、ほらまだ行く、まだ行くの、いくらなんでも電流ってこと知らないよね、もうおっさんになると。あえセブンスパイスショート、そんなに行く、そんな行く、なんかネギ、ネギ七味そばだね、うわ絶対うまいじゃん。これかき揚げと天ぷらそばと2種類あるんだけど、僕はかき揚げの方で、こっちの方がちょっとゴージャスね、大きくてうまく、飯田屋県のそばはうまいね、もう出汁が効いてて味がしっかり濃いめで、あく卵を絡めちゃってね、天ぷらと、よいしょ、たまんねえな。えらく豪快にすするね。今日も白いシャツじゃないから、自転車通勤中はね、もうああいう T シャツ着てるんで、いくらでも豪快にすすれますよ。このかき揚げがね、ゲソとかが入っていて、しっかりカリッと揚がってんの。ああ、うまかった。ありがとうございます。はい、それでは会社に向かいましょう。松本駅お城口のロータリーですね。でもってこちらの交差点を左に曲がりますと松本駅前大通り。ここが一番の大きな通りですね。バス通りとか、昔の人なんか電車通りとか言ってましたけどもね。国府町を過ぎて右手にね、沖縄堂さん喫茶室がありますね。あのナポリタン大盛り食べたところね。おっと、この辺りは、ここが自転車専用なのかな、ね、この歩道の右側がここ自転車用ですね。これだったら走りやすい。失礼します。おっと、人も座っておりますので気をつけましょう。で、この辺りから深市2丁目の交差点、ここがですねスクランブル交差点になってますね。たくさんの学生さんが、おほほで、左に曲がりますと本町通り、松本郵便局が右手に見えてきまして、あっと、ゴミ収集車さんをパスしないとね、すいません。でもってまっすぐ参りますと、左側に見えてきたのが老舗の和菓子屋さん、海運堂さん、大きいですね。で、右手、こちらが新米メディアガーデン、新聞社のオフィスビルですね。松本ブルワリーとか丸山コーヒーさんなんかも入ってて結構楽しいですよ。まあどうでもいいですけどね。はい、じゃあ行きましょう。角っこにあるタバコ屋ヨネタ屋さん、はい、左側にはオールドロックでもって、こちらが、石井スポーツがあって、見えてきたのがパントリー丸中、牛乳パンとか美味しいですよ。ここが千歳橋ですね。千歳橋じゃなくて千歳橋。鍵の字型に曲がるとまっすぐ行けば松本城に戻ります。で、大名町なんですが、あえてここは右に曲がって与柱神社の、はい、この隣、縄手通り商店街を通っていきましょう。で、ここ左手が与柱神社で、右に行くとね沖縄堂さんなんかがあります。で、今ここにパン屋さん、これがスイートね、カレーパンとか美味しい。あ、右手たい焼き屋さん、ふるさとさんね。でもってここの角を曲がりますと緑町に入ります。はい、遊歩道になっていて私の一番のお気に入りスポットですね。うどん勝利さんとかチーズケーキの大倉さんなんかがあって、ここ右手に曲がるとね正村さんとかピッツァベルデさんなんかがありますね。
はいはい、そんなこんなでプロ通勤リストの朝の通勤風景でございました。あ、今の喫茶山が、あ、ここは小松のパン屋さん。はい、じゃあ行ってまいります。